えー、この話はですね、えー、私が学生時代に友人に聞いた本当の話でですね、友、え、人、ー、はお金もなく、えー、住むとこも限られてましてね、えー、共同トイレ、共同流し台の本当に今にも倒れそうなアパート、四畳半のアパートに住むことになったんですね。まあ、大学には行かなくてはいけないしね。 でそこを紹介してくれたのは、同じ塔にある部屋の、えー、先輩だったそうです。大学の。で、あの時言うんですよ。青なお前なかわいいもんだぜ何がですかいやな夏になるだろう暑くなるだろう扇風機しかないだろう窓を開けて寝るんだよね。 はい。するとさ、朝になると、可愛いもんでさ、ハトがやってきてさ、お部屋の中まで入ってくるのわかるんだよ。けど、目を開けちゃうと、ハト逃げちゃうからね、もう気配だけ感じてね、可愛がってんだよ。はあ、そういうことあるんですね。で、聞いてたんですね。そして、夏休みになりました。 その、A 君以外は、全員、実家に帰ることになったんですね。まあ、先輩も含めて。もう、そのアパートには A 君一人だ。まあ、暑い暑い。塔を開けて寝ることにしましたよね。まあ、先輩に見習って。で、明け方。くく、くく、くく、くく。あれあ鳩だ。 コク、コク、コク、コク。ああ、先輩が言ってるハトだな。あれね、先輩がいないから、あたしのとこ来たんかな。からそう思ったんですよ。コク、コク、かわいいもんだな。どし。あ、どうやら、畳の上に入ってきたようですね、外から。コク、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  目開けたら逃げるんでね。目開けないように先輩に言うとる人こ。くくーくくー。くくーくくー。くくーー。違う。これはハトじゃない。全然ハトじゃない。エイクが言うにはですね。鈍い男性の音、声だったそうですね。 それ笑っているそうなんですよ。ってりになっていかするへへ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  今何が起こってるか把握できないんですが、目開けたら終わりだ。何か終わる。だから絶対目開けちゃうめだう。そう思って自分を励ましたそうです。するとその歯止ましき声は自分の胸元にドスンと乗ると、クククク、クククク、え、くまい。 やだなあ、やだなあ、怖いなあもうやだよ。先輩どうしたらいいんだあ、そう、レンチだそうです。そして分かったのが、この、音の距離。そして、自分の耳の距離からして、胸の上に乗ってるもの。どうやら、男の生首みたいだったんです。A 君は、 絶対開け前を通して雨を、かと見つけられました。すると目の前に、全身血まみれの生首が、キュ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 と笑っていたそうです。A 君は、もう夏休みを待たずして、部屋を変えたそうです。そのことを、 先輩にはまだ話していないそうですよ。